皆様おはようございます。現在ですね、二次創作当日の8時34分でございます。9時には出たいので、ちょっと急ぎで板場作りたいと思います。ちょっとね、迷ったんですよ。このさ、ロレのさ、これ板場にぴったりだからさ、ロレ板場にするか、このアクスタ、ちょっとこれとりあえず並べてるだけなんですけど、アクスタ板場にするかめっちゃ迷って、ロレもいいなって思ったんですけど、ちょっとですね、このグッズ樹海からローレンのね、他のブロマイドとか、チェキとかを探すのがちょっとね、大変そうだなということで、ちょっと、今回はアクスタにしようかなと思います。ちょっと別の機会ね、ローレンの板場作りたいと思います。もうほんと、シュキなの、シュキピってやらせていただいてるんですけど、ちょっとこれ作って、あとね、今回このパンフレットを忘れるとちょっと終わるので、これ当日販売しないらしくて、本当にこれ持ってかないと、これが入場証の代わりなので、これ持ってかないと終わっちゃうので、これもしっかり持って、ゆきちもしっかり持って、迎えたいと思います。待って、渡来ひばりがない。渡来ひばがない。ちょっととりあえず作ります。はい。皆様、ちょっとおはようございます。ということで、ちょっとめっちゃバタバタなんですけど、今日のお洋服はこちらでございます。メシアズ、今でも大好きだよ、T。これ公式です。ね、ピクシブとコラボした時の服で、もう大事に着てます。もう可愛すぎだよ、これ。眉、あっちな、ぶわっちって、あっちなの、この、足に何回人生助けられたかわかんない。もう、あっちなの足だより、うん。私の人生はあっちなの足で構成されてるのでってことで、エモくない？これ、着れるのるし何回も着てるけど、今日もこれすっごい気に入りだから着ていきたいと思います。いただくね。こうなりました。ごめんなさい、反射し、めっちゃ反射してるし、これ。ごめん、こんな感じ。でかい草をちっちゃく草で作ってみましたし、後で、あれします。可愛くない？これ。中人メシアでしょ？で、クロノワと、あと、スローンズで、もうこれもうほんとも大好きだよって、あとでっかいのも全好きだよってね、かなえくんも抱きしめたいよっていうのをすごい板く表現しました。こんな感じ。可愛くないですか？これ同人誌も入るしさ、めっちゃ良くない？これ、ちょっと後で、ちょっとめっちゃ今時間ないから、ちょっと、これで、良くない？これほら、めっちゃにぎさんに好きなんですけどって。言うとりますけれどもっていう、コーディネートになってるので、今からビッグサイト迎えたいと思います。いやー、もうどんなグッズになるか、アクリルシール、同人誌、B5、24ページ、32ページ、英語、再録本も本当にもう大好き、全部好きだからもう、サンドイッチにして全部食べたいっていうくらいにしたいので、とりあえず会場を迎えたいと思います。行ってきまーす。はい、ということで、10時20分頃に東京ビッグサイト到着いたしました。アルバー君も喜んでるね。わっしょいわっしょい。ということで、この日、なんか35、6だったのかな？あまりに暑すぎて、壊れちゃうよ！おじさん壊れちゃうよ！ってもうガクガクしながらもアルバー君と一緒にこう夏を乗り切ろうっていう魂胆で。で、ここがですね、皆さんのフォトスポットになってました。今回のキービジュアルの。このイラスト、本当に可愛いよね。もうレジン塗って5000万年保存しちゃいねっていう気持ちになったんですけども、もうサニーくんとアルバンくんとぬいわし、友達のアチナくんも混ざってきましたね。ちなみにこちらのぬいぐるみ遊んでるおじさん、こちらのおじさん二人でございます。なんかさ、おじさん二人でぬいぐるみ遊びしてるの冷静に怖いよねって言って、すごいなんか号泣しちゃいました、ここで。おじさんでございます。この右のお友達なんですけども、北見が来たぜの北見くんと、あちなくん推しのお友達でございます。結構ね、まともに見えるんですけど、普通に冷静に気狂ってる友達。デビちゃんも好きなんですけど、我々おじさん二人でね、もう、美少年親衛隊ということで、もう、あちなパパ界隈をさせていただいておりますね。よろしくお願いします。ということで、はい、せっかくなのでビッグサイトで自撮りしちゃいました。なんかさ、冷静にさ、同人即売会でさ、なんか自分の写真とか動画撮るってさ、なんか自我も承認欲求もやばすぎじゃないって、友達にちょっと話して、なんかやばいよね。普通撮らなくない？同人即売会で。マジやばい。でも記念に撮りたかったから、ちょっと撮らせてもらいました。こんな感じで。ここから、ちょっとビビ読者モデルモードになってますね。ごめんなさい、セーラームーンに似てますねとかっていうコメントをお控えいただけますと幸いです。ちょっとこんな感じで、美少女モデル気取らせていただいてます。イエーイって感じで、もうハートでピースこいやーで、入場待機列には10時40分ぐらい並んで、11時45分くらいに会場入れました。で、ちょっと、その即売会のレポートはこの後の動画に続きます。イエースプリキュア5！皆さんこんばんは。ということで帰宅いたしました。帰宅してから、もう疲れやばすぎて、爆睡して11時まで寝てました。ハッピー
ということで、簡単ではありますが、戦利品紹介をしていきたいと思います。本当はさ、直接ボロンって見せたいんですけども、ちょっと動画に出したりすると、ご迷惑がかかる可能性があるので、ちょっとモザイクをかけてね、こういう本を買ったよって、ご紹介していけたらいいかなって思っておりますね。ローレン君、ローレンさんもそう思ってますよね。いや、まずね、二次創作も今回初参加させていただいたんですけれども、ちょっとピクニック気分で言ったら、ハッピーハッピーハッピーってもう、デコミームな感じで、ハッピー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 ってピクニック気分で言ったんだけど、入場した瞬間になんかもう、ピクニックじゃなくてもう濁流に飲み込まれるみたいな感じだった。もう、激込みすぎて、本当にやばくて、ガガガガもうキングダムの世界観だった。だからさ、いろいろゆっくり見るっていうよりも、ちょっともう、ドン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 って感じだった。もうほんと、なんかスイーツパラダイスみたいな感じで、こう、あ、なんか可愛いでしょねみたいな感じかと思ったら、もう全然もう、いやいやいや、いや、やれやれって感じだった。てかもう、聞いてください、僕、この板場を見てもらう通り、なんかもう、なんかいろんな、方が好きって感じなんだけども、僕さ、今回さ、本買って気づいたんだけど、もうほぼ、アキナとヒバの本しか買ってなかったわけ。もうなんか、体がアキナとヒバを求めてるんだなって、僕もなんか自分で気づかなくて、体がアキナとヒバをもう、たくさん求めてて、殺せってなった。アキナもヒバも可愛すぎる。アキナもヒバも、俺の息子になれ。殺せ。いや、そもそもさ、ショッパーつけてくださった、サークルさんいらっしゃったんですけども、このショッパー可愛すぎて、もうディオールドブクトート。もう今日からこちらにします、私。もうちょっともう可愛すぎる、これ。いや、こちらも可愛すぎてさ、もうゲットした瞬間、もうすごいもう、もうルイ・ヴィトンの感覚でね、こうやっても。見せびらかしルイ・ヴィトンみたいな感じで、もうさ、めっちゃテンションがあったの、これ可愛すぎてさ、これ。これで小学校通おうかな。あ、僕、今7歳なんですけども、小学校これで行こうかなってなった。怖いね、いやー、このうちわとか可愛すぎてやばい、もうほら。あー、ヒバの風が、ヒバ、渡来ヒバ、あーってなった、もう。おー。てかさ、最近のエシさんさ、なんかノベルティおしゃれすぎない？なんか。え、これ、もうノベルティって、おまけってこと？これ、しごかりし幸せって感じだね、これ。口に入れますよって感じになるよね。普通に可愛すぎて口に入れますよってなるよね、これ。気をつけないといけない。みんな気をつけるよ。なかなか口に入れる機会とかないから気をつけないといけないよね。これがね、ヒバのイラスト。いや、もう可愛すぎて、これ両方さ、もうさっき言ったけど、もう可愛すぎてやばかった、もう。てかさ、なんか僕知らず知らずに、こう、グッズのご担当された方とか、講師の石さんとかの本も買っててさ、あってなって、あ、ざわざわってなってさ、もうこれ可愛すぎてもうやばかった。さっきこれ、たくさんし、もう仕上がったよ、これで体。僕の体仕上がったのもこれ、もう可愛かった、ヒバ。あとね、イブラヒム先生のポーチも可愛すぎ、その、可愛すぎ、これ、現金を入れる、普通に考えても。これ、ヒム先生がこうやってる、デフォルメ可愛すぎてさ、もう巾着なんかもういくらでもほら、男性の拳から何から入るから、もうこれ幸せ、もうどうしよう、これ、職場で使う。あとさ、こう、チェキとかを頒布してくださってる方とかいるけど、これ可愛すぎて何どういうことみたいな、なんか人によってはさ、こう無敗とかされてて、いや、無敗、いや、なんかもう優しすぎて都知事とか、になんか、立候補とかされるのかなって思った。なんかね、なんか、もう可愛すぎて、これもなんかさ、あれに入れるような、なんか、家庭ケースに入れて、飾るから、これ可愛すぎて、もう。あとさ、普段ね、ツイッターで見てる大好きなエシさんの新刊は完売したんですけども、名刺をね、無敗されててさ、記念にもらえて嬉しい。なんかさ、実際ツイッターで見てるエシさんのさ、イラスト、レータさんのさ、なんかこう、実際ブースに行けるだけでエモいな。この思い出をね、手に取らせていただけるっていうだけでも、すごくね、我々、ゴブリン界隈から、もうゴブリンの村から降りてきた私としてはね、すごくこの思い出になってありがとうございますって感じです。いやーね、このカードもすっごい可愛いんだよ、これもう。可愛すぎても、これもう。やっぱにらめっこしちゃうんだよね、僕、これ。笑うと負けよう、笑うどころかしゃぶったろかいってなんかなるから、アップ、プってもう、なるのよ、これ。これもう額縁だよね、額縁 PR 案件だよね、普通に考えて。あと、今回僕が一番欲しかった、これさ、ちょっとね、なんつうの、めっちゃ完売してるか、怖くてさ、でもちょっとね、外まで列形成してたんですけど、なんとか買えて、もうめちゃくちゃ嬉しかった。
この本を買った時ね、この T シャツを見てくださって、T シャツめっちゃ可愛いですねって言ってくださったのもありがとうございます。三草家の父ですってなった。これもね、先ほど見させてもらったんですけど、めちゃくちゃ可愛かったです。もうなんかもうすごいかも、なんか酸素濃度に関わってくる体内とって思った。なんかもう皆さんさ、もう表紙のデザインかとか、もう表紙だけでなんかもう満足です、私は。その金額分は満足ですってなるっていうか、すごい頃なんかこの光沢加工とかされてたりとかさ、すごいよね。みんな本当に、僕もう読むことしかできないもん。僕なんかもう頭空っぽやからさ、なんかもうエロ同人としか考えられないから、もうこうやって発想が浮かぶのがすごいですね、皆さん。ちょっといろいろ回ったんですけど、でもね、全部回れなかったの。その、アキナとヒバの方、半分に割って、アキナとヒバの方、だから二分の一をめっちゃ見て、もう半分はもうちょっとね、これやばいねってなって、ちょっとあと、気温も高かったから、ちょっと体調悪くなったら申し訳なくなるなと思って、だからちょっとね、全部はゆっくり見れなかったんですけど、でもすっごい楽しかったです。いや、改めて本当、主催の皆様、スタッフの皆様、サークルサークの皆様、一般サークの皆様、本当に皆様お疲れ様でありがとうございました。なんかもうスタッフさんとかもさ、めっちゃ優しく誘導してくださったりとかしてさ、もう、なんかもう全員に、ね、あれカントリーマーム無敗したかったもん。カントリーマームいかがですかってなった。次はね、2025年に開催するそうので、ちょっとね、行きたいなって思ってますね。本当に皆さんお疲れ様でした。めちゃくちゃ面白かったな。なんかそう、アットホームな感じがね、すごい楽しくて、やっぱ老人即売会っていいなって、なんか、もういいでしょねってなった。てかもう結構ね、アクシア君のグッズとかさ、作られてる方いて、かわいいってなった。もう、チュキなのチュキチュキチュキビーって、もうイコールラブの佐々木舞香ちゃんになったんですけど、みたいな感じではあったんですけれども、ということで本当に楽しかったです。ありがとうございました。ちょっと同人即売会レポートみたいなところだったんですけれども、ちょっとこの後もまあちょっと三草明くんのお父さんになることを目指して、これからも諭吉を仕入れる、諭吉じゃなくなったもんね、最近は。男、なんか、高い男仕入れたいと思います。ということで皆さん、お疲れ様でございました。くしくし。